次のお話は逃亡ヌメモン下水道。アニメではこんな題名はなかったと思いますが、オリジナル回かな。この次の回の序盤に出てきた話を長いから分けたんかもしれない。ヌメモンの下水道行ってみよう。パーティーは同じのばっかレベル上げるとなんか困りそうな気がするんで変えていこう。6の人たち、タケルとヤマトで OK かな。エピソードスタート。逃亡ヌメモン下水道。リーダーはミミ、ミーミーとパルモンです。ジメジメして気持ち悪いところだな。気持ち悪いところだな。ああやっぱりここ歌歌いながらしりとりするところかな。どうしたミミ。見てよこの先ヌメモンでいっぱい。そんなストーリーは関係なくヌメモンだらけっていうね。本当だ、あの中を進むの。仕方ない、できるだけ近づかないように急いで通り抜けよう。通り抜けてしまうか。経験値アップのために戦うのもありかな。ヌメモン走る走る、来た。戦おう。どうせヌメモンやし、ポイズンアイビーで終わりのはず。ベタモン、ポイズンアイビー一発じゃないだと。よっしゃった、しまった。プッシュファイヤーでベタモンを倒せるか。プッシュファイヤー、プッシュファイヤー、倒しきれなかった。電撃ビーム、しかも全体攻撃、通常攻撃でいいよ。痛いなよ、倒しきれない。突進した、捨て身タックル。どうだ、レベル上がった。進化しとけばよかった。走れ、こっちとか行けたりして。行けなかった。マップも変えない、固定マップ。グニャーって曲がった。アイテム何かな。ヌメって塊、ヌメ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 も成熟期デジモン。必殺技は自分のうんこを投げつける。エアーショットで一撃だ。やるなパタモン。ファイヤーで一発だ。ということでパルモンの攻撃力が低いんか。何もない、ただの一直線。ネズミでも出そうな、注文とか出そうな。ベタモン無視しとこう。無視だ無視だ。プチタ翼ディフェンスチャージ、防御力アップ。グニャーと曲がる。特に分岐点とかもないんかな。デジモン3匹連れてるよ。おっと、右と左があるぞ。とりあえず右に行ってみよう。セーブポイントがあるということはこっちが正解っぽいから、反対側を行ってみよう。宝箱だ。うわ、大丈夫か、タケロ。顔がベトベトになっちゃった。ベトベトン。私のハンカチでよければ使って。でもハンカチ汚れちゃうよ。ハンカチなんて汚すためのものじゃない。なんていい性格なんだ。
ミミはいい子だな。一番奥まで。うわ、襲ってきた。逃げろー、ピーポーくんでーす。アンジャッシュの漫才楽しい。ヒール。味方の HP を400回復する。レシピか、作らなあかんのかな。デジピース装備してみよう。持ってない。やっぱり合成で作れと。作れる。余裕で作れるから1個作ってみよう。作った。装備バタモン、ヒール、カチン、ライフアップさせない。一度だけってことは壊れてしまうんかな。それは嫌やな。でも壊れるって書いてないしな。わからん。こういう消費してしまいそうなアイテムは使いたくない。かな。ここを右に行けばセーブポイントがあったからボスでもおるんかな。何がおるんやろ。アニメでは全然関係ない話だから。スカモンとか出てくるのかな。回復だ。さあどっちだ、右か左か。左に行こう。ゴールだなこれは。ということは右に行こう。にゃー、アイテムがあった。きらめく触覚。そんだっかな。奥には何もなさそう。いや、なんか左に行けそうな気がする。突っ走れー。やっぱりこんなとこに隠れてやがった。 HP が少ない時に避けやすいと。とりあえず装備何もついてない。これか、避けやすく。パルモンの歩き方がかわいい。ひょっこ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 ついていくよ。ぴょん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 跳ねと。あれどっちだったっけ。左かこっちか。光の先に行くんだ。あの先へ。あの先にはきっとゴールが。おい、光が見えるぞ。やった、出口に着いたんだ。出口に着いたんだ。ぬめぬめのぬめもんというよりうんち攻撃が悲惨。もう終わりかよ。分ける意味はあったのかってね。そうそう、このパルモン怒りの進化と合体しとくべきのはずなのに、なぜ分けたんだって。ちょっと今回少なすぎるんで、このサブクエストのヌメモン親分も行ってみよう。メンバーはそのままでいいや。どうしたタケル。どうしたタケル。ヌメモンたちから逃げるときにワッペン落としてきちゃった。ワッペン落としちゃった。なんだそんなの。帰ったら俺がいくらでも買ってやるよ。思い出の品なんだ。うわ、ヤマトって太っ腹。でもでも、まあヤマト
ちょっと戻るぐらいなら問題ないだろう。なあみんな。なあみんな。大切なものなんでしょ、タケル君。そういうことなら仕方ないな。優しい。さすが太一。なのに空が上がったぞ。どういうことだ。走れー、逃げろー。これ絶対逆走じゃなくて同じ道を同じように通っただけよな。あんなところにヌメモンが、そこら中におったやん。壁に向かって何をしているのか。あれだろ、なんか。メタルギアソリッドとかでエロ本を見つけたときに、こういう感じのことしとうやん。ヌメモン、話しかけるぜ。兄ちゃん、デートしていい？で耳に聞くはずなのに言わないな。下水浴。トイレのうんちのようにな、あ、腹張っていく。最低。はっきり言うお姉ちゃんだな。ここでやっとアニメの言葉が出てきた。姉ちゃんデートしていやってはっきり言う姉ちゃんだな。さあどっちだ。右に行くと正解だったからこっちの上だ。上に行くとアイテムが、アイテムはない。橋ある？そんなことないな。戻ろう。もしかしたらここでアイテムを取り忘れた時の救済のサブクエストだったりして。回復も何もダメージ受けてないか。右だ、左はゴールだ。そこの右上に降りる、動かなそうなやつが話しかけるやつかな。やばい、ぶつかるぶつかる。危ない危ない。あんなところにもヌメモンが流行ってるのかしら。トイレのうんちのように心が現れているんだ。幸運の白いうんち。違う、そうじゃない。ソフトクリームのデザイン。トイレと二人で下水浴なら、いや、はっきり言う姉ちゃんだな。なんかタケルから羽が生えて飛んでるみたいな感じになってる。飛んでるよ、僕飛んでるよ。違った、こっちだ。ゴールじゃないか。こっちに行っても何もないわよとか言って空あたりに言われそう。マップへ戻るんだった。危ない危ない。そのままマップに戻ったらクエスト失敗で終了するんだな。まさかそんなことはないだろ。
あれでも全部行ってしまったということは、おお、さっきの行き止まりにどっかな、もう一回行ったら復活しとうかな。お願いだから急いで、僕のせいだよね。おお、これでランク上がった。なんかでかいのがある。でっかいぞー。今だ、来た。これはどうしようもない、挟まれてる。最後じゃなかった。一匹かよ。あかん、倒しきれん。プチファイヤー。最初からパトモンで倒しとくべきだった。でっかいヌメモン。いや、なんか喋れよ。いたぞ、いたぞ、あいつだ。他のヌメモンよりヌメヌメしてて、なんだか気持ち悪いな。うん、目が特に気持ち悪い。ふんにゃふんにゃした。ヌメー、無礼なやつ、何の用だ。確かに、ブサイクな人にブサイクって言ったらサブレイヤーは、そら言うたらあかんよ。そのワッペン、僕のなんだ、返してくれる。ヌメモンだって生きてるんだから。ねえねえ、これはわしの家に伝わる親分の証だ。念をつける気か。とあかんわ、嘘はついたらあかんよ。ひどいわ。嘘ですね。親分のくせに恥ずかしくないのか。お父さんと離れ離れになるときにもらった一枚しかないんだ、返してよ。ぬぬ、声が小さくて聞こえんぞ。わはは、親分はこうでないと。もう怒ったぞ、もう怒ったぞ。ここで進化するんだ。僕らもパタモンに加勢するぞ。ここで進化してくれると すんごいありがたいんだけど。ヌメモン親分。あれ、ヒールヒールヒール2個ある。めっちゃ強いやん。なんじゃこりゃ。毒だ、毒にするんだ。プチファイヤーショック。進化だ。ホックファイヤー。ホックファイヤーでどんだけ。全然効かない。これはやばいぞ。うんち投げどんだけ。あ、全然効かない。ダメージ500、毒強っ。いやちょっと、いやちょっと、ポイズンアイビー。また毒になった。ひたすら毒にしていく作戦で連続運しなげた。なんじゃこのダメージは、なんじゃこのダメージはないだろう。これはこれはハルモニウム当たったら終わるんじゃないか。ただのうんち投げだったら弱いけど、しかも攻撃力が下がってる状態であれかよっていう。攻撃力を下げるんだ。ホックファイヤー。ホックファイヤーはもうすぐ打てなくなる。これで体力半分。連続運つなげ。ああ楽勝や。ハルモンがちょっとかわいそうなこと。ハルモンじゃない、パタモンか。パタモンの体力がきっと少なかっただけだ。やっと半分消えたぐらいやぞ。倒せるんかなこれ。
こいつの IB でひたすら毒になってるな。さあ、なくなった。攻撃。これはきつい。連続に繋いで。パルモン、そう、パルモン。わかんな。アイテムで。どっちでも一緒か。とりあえず回復させて。パルモンに SP を回復させてもらう。30しか。攻撃力元に戻った。連続打ち投げ。これは終わる。大丈夫だった。大丈夫だったけども。つい。攻撃力ダウンさせて、毒になっただけ？あとちょっと連続につなげ、どっちだ、死にかけてる。あーでも終わるかと思うだろう。ガルモンが SP が足りない状態になっている。多分あのまま普通に攻撃しとったら、おやっちまったな。お大丈夫だった。しかも普通に攻撃しとってよかった。うん、また生きてた。絆コンボ。ポイズン IB。ポイズン IB で倒した。強かった。みんなレベルアップしていく。倒れてもレベルアップしたら回復するのか。これはありがたい。やったー。弟分とか言って。こっちは随分と恥ずかしい親分ね。ちゃんと反省してるの？もう弱い者いじめは二度としません。誰が弱いって？ちょっと待って、誰が弱いって？本当に？お詫びにこれを差し上げます。何とぞ。タケルは強い子だよ。弱くない。 SP ディスクをもらった。2個使ったから1個マイナスなんやけど。どうぞどうぞ。もっとよこせってカツアゲしたさやな。こんなありがとうね、親分さん。という下水道のお話でした。本当は第6話ハルモン怒りの進化の前編にあたるところでした。それで次回はパルモン怒りの進化をやっていきます。では今日はこの辺でおしまいです。バイバイ。